覧いただきありがとうございます。今回の旅塾スイーツ部では横浜ベイシェラトンにやってきました。ホテル内にはビュッフェレストランもありますが、訪れるラウンジはちょうどその反対側、豪華なシャンデリアのあるロビーの階段上にあるのが今回の会場シーウィンドです。木曜金曜の夕方開催のオーダー式スイーツビュッフェでワインが飲み放題5500円のプランです。スイーツや食事のオーダーはスマホから行い、飲み物はセルフで取りに行きます。まずはいちごのスパークリングワインとサラダ、それからお食事としてグラタンをいただきます。サーモンと野菜がゴロゴロ入っていてとても美味しいです。オーダーしたスイーツがやってきました。こちらでいただくスイーツには生のいちごがふんだんに使われていて見た目も華やかです。まずは軽くて飲み物のようなストロベリームースからいただきます。そしてストロベリーロールケーキ、クリームやスポンジの割合が少なくフレッシュないちごが口の中に広がります。いちごと白ワインの組み合わせがとてもいい感じです。いちごのショートケーキは安定の美味しさで、クリームの甘さも程よいです。パフェには馬車道アイスが使われていて、いちごもたくさんの豪華な一品です。ピスタチオの味がすごく感じられるピスタチオフレーズは、重さはあるけどすごく印象に残る美味しさ。ケーク抹茶は抹茶の味が濃くてアクセントとしてとても良いです。チョコレートスフレはコーヒーのようなほろ苦さが効いていて、チョコでもふわっと軽い印象です。ラズベリーやイチゴが入った甘酸っぱい爽やかなゼリーでお口直しができます。マカロンは間にイチゴソースやクリーム、イチゴが挟まっていてとても厚みがあります。フォークで食べるのは難しいですね。ここで一旦しょっぱいものをと思い、オニオンスープをオーダーしました。そして追加オーダーのスイーツです。ストロベリーシェイクはヨーグルト風味にイチゴがマッチしたあっさりめのお味、ストロベリーモンブランはイチゴクリームの甘さが口の中に広がります。真ん中にもイチゴがたくさん入っています。ここからはラストスパート、赤ワインとコーヒーもいただきます。こちらにもいちごが乗っていて、本当にいちご尽くしのスイーツという感じです。そしておかわりのストロベリーパフェ、スイーツは全制覇して大満足です。ごちそうさまでした。それではまとめです。こちらのビュッフェはオーダー式で安心していただけること、それから一人でも気兼ねなくお酒が飲めるので、他にも一人様参加の方が見受けられました。次回のスイーツ部では今までの総集編でおすすめはどこかをお届けしますので、また見ていただけましたら嬉しいです。ご視聴いただきましてありがとうございました。